ロレックスのエアキングですね。で、この右が、5500、リファレンス5500ですね。左がですね、5504、リファレンス5504になります。で、こちらのモデルなんですけど、1950年代の後半ぐらいから、1960年代の半ばぐらいまでだと思うんですけど、まあ、初期ぐらいかなに作られた、エアキングですね。あの特徴はですね、文字盤の6字が下の方でスーパープレッションというふうに入ってまして、時計自体もですね、一回り大きいですね、エクスプローラーの1016とほぼ同じですね。ただしこれはですね、リューズが6ミリではなくて 5.3 ミリになります。今これトリチウム入ってないんで、多分50年代60年代の、1、2年ぐらいだと思うんですけれども、まあ、50年代かもしれないですけど、だトリチウムこれ文字盤に入ってないですね。だからラジウムなんでしょうね、これ初期の。で、こちらの文字盤は同じく5504のブラックダイヤですね、こういうスーパープレッションという表記になってます。でですね、このラグ、ブレスレットですね、ブレスがですね、これは20ミリの、まあ、純正はリペットブレスついてます。これも出すからリペットブレスがついてますね。こうやってリペットがついてます。で、裏蓋がこういう裏蓋ですね、つばなしですね。これは1016とは違ってつばなしの裏蓋がついてます。まあ、だからカナダではですね、これはあのカナダ向けのエクスプローラーになったりしてますんで、まあ、クロノメーターではないですけれども、非常に、素晴らしい時計ですね。現在ではもうほぼ見られなくなりました。5504です。